5対1になりました。渋谷ちょっと解き上げられてませんからね。ここでようやくベンドラメンのシュート決めました。ベンドラメンジャンパー、ここはベンドラメン連続できましたね。同点です。なかなかここも簡単には運べません。あっと、そしてベンドラメン、そのライブターンオーバーからベンドラメンそのまま走って決めていきました。結構このね、2つ目のファレです。京都からするとここで差をつけたいところですよね、ま、そうですね、ベンドラメン、これを決めていきました。スリーポイント、バンズ井上、井上の得点です。はい、やっぱりアウトサイドシュートもね、打てないとダメですからね。なるほど、はい、しっかりこう決めるの大事ですよね。約1センチはあります。井上からベンドラメン、ベンドラメここから打って、いや決めていきます。しかし戻りも早いです。テルマンに対してですが、ベンドラメスティル、やはり簡単にはパスが通りません。ベンドラメ外から打って、これを決めていきます。しっかりと、はい、しっかりとこの1本も沈めて3着取れてしまいました。4点差、あっと後ろが倒せた、そのままベンドラメ、これは一体ベンドラメここから打って決めていきました。ボールで1点差、まだ3ポイントで同点というシチュエーションですが、石井がここから3を打って、これが決まりませんが、リバウンドを押し込んだ。さあオーバータイムで渋谷ボールです。高橋浮かせて、これが決まらない。オンゴールですね。高橋真っ直ぐ、すぐだベンドラメ下がっていく、久保田がついています。ここでマカドゥ決めてきました。西野外から打って、これを決めていきました。ハイロ石田、ベンドラメこれが決まりました。振り返って石井に、ね、バックパスをして、その後ねしっかりとベンドラメが動いて、これは見事なミスですね、はい、ベンドラメと西野が体を当てて喜びます。